酒好きの新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、ビールです。サントリーのプレミアムモルツから新しい限定のかなのやつが出ました。なんと値段が、これコンビニで買ったんですけども、値段が300円、300円プラス税だったかな。高い。320円ぐらいでした。マスターズドリーム、醸造家の夢という、やつです。多重層で濃密。アルコール度数 5% で容量が 305ml、少ない。原材料が麦芽とホップです。高えな、おい。なんだこれ。醸造家の夢。醸造家たちには夢があった。まだ世界のどこにでもない。なんだこれ。ポエムか、これ。なんだこれ。なんかいろいろ書いてありますね。伝統酒ダイヤモンド麦芽を使用。そして欧州産アロマホップ 100%。天然水 100%。と書いてあります。あ、一応これあれなの。これはグラスに注いでください的なことが書いてある。そうですか。仕方ねえな。とっておきの、でもないけど。ギネスグラスで、注いでやるから。ちょっと、このギネスグラスちょっと、長年使ってるせいか、ここら辺がちょっと欠けてんだよね。ちょっと気をつけないと。それじゃあね。注ぐんだったらさ、瓶じゃなくてもよくねって。普通にさ、缶で、瓶の方が高級感があるからとか、そういう系だらどうせ。それじゃあ、乾杯。ザ・プレミアム・モルツのもう一つの挑戦。そう、醸造家たちがこだわり抜いたビールはこんなにうまいのだ。こんなにもうまいのだ。サントリーの醸造家が追い求めた夢。それは世界のどこにもない、心を震わせるほどにうまいビール。別にそんなにうまくないけどな。プレミアムモルツとエビスビールを足して2で割ったような味です。ちょっとエビスに近い、ね、苦味が強い。プレミアムモルツに苦味が加わったような味ですけど、個人的に言うと、エビスの方がうまい。っていう感じです。まあ、値段的にもクソ高いし、なんかあれだよ。イカの塩辛を、つまみで。
妙だな。なんか微妙なんだけど。3月17日からって今日じゃねえか。今日っていうか昨日じゃねえか。っていうか今日じゃねえか。ついさっき終わったけど、昨日じゃねえか。3月の17日から全国のコンビニエンスストア及び飲料店様向けに新発売します。中身について、ダイヤモンド麦芽をはじめとするプレミアムモルツブランドの素材へのこだわりに加え、その素材の魅力を徹底的に引き出す当社独自の新技術製法により、深いコクと柔らかな苦味とほのかな甘み、心地よい香りが織りなす多重層で濃密な味わいを実現しました。ダイヤモンド麦芽使用。チェコ及びその周辺国で収穫、精麦された上質で深いコクが特徴の希少なダイヤモンド麦芽を使用しています。トリプルデコクション製法。デコクション製法は仕込み窯で麦芽を一気に煮沸し、濃厚で香ばしい麦汁を抽出する製法です。今回はダイヤモンド麦芽の魅力の最大限に引き出すため、手間と時間をかけこの煮沸工程を3度繰り返すトリプルデコクション製法を採用しています。3、胴炊き仕込み。ビールの本場チェコに伝わる伝統的な製法とともに、当社の知見、技術を活かして、革新した新設備、同性循環型ケトルを導入。高い熱伝導率を持つ銅を使って麦汁を炊くことにより、より厚みのある味わい、香ばしさを引き出しました。パッケージ括弧瓶について。グラスに注いでじっくりと味わっていただきたいと思い、との思いから少量ずつ丁寧に注ぎやすいなだらかな形状のオリジナルの小型瓶を採用しました。でも、にしてもこれ300円って高すぎないか。320円ぐらいしたぞ、コンビニで。高すぎね。しかもこれあれだよ、305ml だよ。関与が少ないよ。おかしくね。しかも別に美味しくもない。いや、美味しくはないかもないけど。俺、エビシの方がうまいと思うんだけど。これは微妙だな。まあ、値段。値段と味を比較すると、きついわ、これ。あ、想定価格315円だって。
高すぎるだろ。お前315円でさ、お前ギネス買うって、ギネス買えるじゃん。しかもギネス 350cc ぐらい入ってるぞ。お前ふざけんなよ。ギネスでもお前、そんぐらいの、ギネス280円ぐらいで買えるぞ。バカ言え、お前。ギネスだって俺大好きなのに、まだ俺、高くて買えないんだから。一缶350円で300円近くするんだよ。なんでお前これ買ってんだと思ってんだよ。ふざけんなよ。別に大してうまくねえじゃねえか。期待させやがってよ。所詮あれか、まあ、プレミアムモルツのちょっと延長線上のちょっとコクが深いプレミアムモルツみたいな感じじゃねえかよ。これだったらエビスの方が100倍うまいわ。100倍ではないけど。1.5 倍ぐらいエビスの方がうまいわ。しかも、値段も高いわね、お前。二度と買わんわ、こんなもん。とね。いった感じですよ。いや、これ本当ですよ。まあ、飲んでみ。大して変わんねえから、普通のプレミアムモルツと。ちょっとコクが上がってるような気がするわ。っていうぐらい。うん。こんな感じで。まあ、うまさとしては、まあ、確かに、まあ、うまい。いや、別にまずかない。あの、エビスの一歩手前ぐらいの味だよ。うん。ただ、ちょっと値段と、味をさ、こう、並べてみるとさ、やっぱりさ、ねえ、お前、エビス羊羹100円も高えんだよって。バカ濃くなと。ふざけるんです。これはもう、ボツ。二つ星にしてやる。もうダメだこれ。2342です。これ、ご視聴ありがとうございました。これは飲まん方がいいぞ。ああ